今お聴きいただいた曲についてお話を伺いました。言わずと知れた国民的ヒーローアンパンマンの主題歌、この曲はかなり攻めた選曲ですね。昔から割とあのオペラの、流行したメロディーとかをバリエーションにするっていうのは結構あるんですよ。そのジャンルとしては、シューベルトとかでも、歌とかね、要はその、大体歌ですけども、そのメロディーが流行ったからバリエーションにしてみんなができるように楽譜が売れるというっていうのは結構昔からあるんですけども、これもやっぱりその流れで、お子様が知ってる、その絶対知ってる楽曲っていうのを、バリエーションにしたらいいんじゃないかということで、もうアンパンマンマーチは最適なメロディーと、あと分かりやすさとちょうどいい長さだったので、もうやろうと思って書きました。変奏曲とは文字通り楽曲を一つの主題に基づいて変化させることを言います。つまり今回はバロックを主題にしてアンパンマンのマーチを変化させたということです。ではどのようなポイントにこだわったのでしょうか。割とその書き方的にもかなり古典派とか、それこそバロックの方に寄せてはある、特に前半ですけどね、その要は時代がちょっとずつこうロマン派の方に寄ってきて、やっぱ最後こう古典派的な話で堂々と終わるっていう作りになってるので、最初1回目聴くときは長いと思うかもしれないんですけども、多分 2,3 回聴けば、ね、ああこういう起伏で言ってるのねっていうのが見えてくるかもしれないですね。